はい、今回の動画は Windows 11で日本語入力のオン・オフに関わらずテンキーで全角の数字を入力する方法をご紹介します。でどういったことかというとパソコンのキーボードにあるテンキーですけども、まあ、こちらね主にはですね数字を入力をするためのものですけどもこのテンキーを使った数字の入力というのは日本語入力のオン・オフに関わらずですね半角の数字が入力されるようになっています。 それでは、ね、ちょっと試しにやってみたいと思うんですけどもじゃあ今ねこちら日本語の入力をね、まあ、こちらねひらがなの「あ」で「オン」の状態にして点キーを使って数字を入力をします。はい、そうするとこういった形でですね単純にこのキーを押した時っていうのは半角の数字になるので、まあ、これを全角にしたいといった場合はね一、まあ、つやり方としてはですね数字を入力した後にスペースキーを押すことによってこういった形で全角の数字に変換することができます。 もちろんね、このやり方でですね、全角の数字を入力をしてもいいんですけども、ただこの点キーを使って数字を入力をするときに、もう最初からですね、もう全角の数字を入力をしたいということであれば、設定を変えることによってですね、今やったみたいにスペースキーでね、変換をしなくても、まあ、最初からね、このキーを押したときに全角の数字が入力をするようにすることができます。 それではね早速、その設定方法ですけども、まあ、この日本語入力のところですね、今こちらはひらがなの A になってますけども、まあ、半角の状態であれば、ですねこのアルファベットの A がね表示されていると思いますので、まあ、このひらがなの赤、アルファベットの A の上でマウスを右クリックします。はい、次に、このメニューの中のこの設定というところをクリックをしてください。はい、そうすると、こちらのウィンドウが開きますので、この中のですねこの全般という項目のところをクリックします。 はい、そうすするとこのですね入力設定というところのこの点キーのところですね、これがですね標準の状態だとね、ね今こちらもそうですけれども、常に半角というふうになってますんで、こちらをクリックをしてもらって、まあ、とにかく全角を入力をしたいんであれば、この常に全角というふうにしてもらってもいいですし、あともう一つ、この現在の入力モードという項目もありますんで、まあ、こちらにするとね、日本語入力がオンの時は全角になって、オフの時はですね半角になるというふうにすることもできます。 じゃあ今回はね、この現在の入力モードというやつにしてみましょうかね。なんでこちらを選択をして、これで設定の画面は閉じます。ではね、もう一度ね、実際にやってみたいと思うんですけども、今ね、こちらはですね、この半角の状態になってますんで、この状態で天気を使って入力をすると半角になって、で、今度は全角にした状態で、キーを使ってもう一度ね、数字を入力をすると、こういった形でね、最初から全角の数値が入力できました。 なので数字を入力をするときにですね、全角の数字もね、結構ね、使うことが多いという場合はですね、こちらのね、設定から変更しておいてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。